今からまあうちでもめったにない珍しい動画を行きます。これですね、今から餌をやるんですけどね、これはね何だと思いますか？巣から転がり落ちた、もう3日になるんですよ。3日前にこれよか、まあもうあまり変わらんと思うんですけどね、これよか小さかったのは小指ぐらいしかなかった、これ第一関節ぐらいしかなかったから、もういくらか大きくなったんですね。ここそのです、少し残ってるけどほとんどありません。これがね、あの巣箱の扉を私が開けてたんですね。その角っこを削ってそこからも出入りしてたから、ちょっと狭いからブラブラするように扉を開けてたんですね。下のあの鍵がかかるようなところと上と上の扉とですね、ちょうどね下段差が1センチぐらいあるんですよ、中から見ると。でそれでもね大丈夫だろうと思ってたんですよ。卵はあったけどもね、ヒナがかえたのはまだわからなかったですからね。そうすると転がり落ちてですね、まあ、転がり落ちたけど、その巣箱を網の上に置いとったもんですから、糞切り網の上に、それがまあ良かった、不幸中の幸いですね。網に引っかかってるんですよこれ。で気がつかずにおったんですけど、親がね下に降りとったから、メスが中から出てきたんでしょうね。おかしいなと思ってプッと見たら、これが落ちてるんですよ。これ小さいながらですね、生まれて、まあ次の日か生まれた日だと思いますね、落ちたのは。まさかと思ったんですけどね、こうやって自分であの小さな段ボールに入れて育ててるんですが、シャクトリムシみたいに動くんですよ。動き回るんですよ、この小さいヒナが。そして転んでは起き、転んではまた進む、そういう感じでね、結構動き回ってますね。これでね、さっきはほらなかったそのところですね、だいぶ溜まってきましたね。これその場でね、親のところに返してやろうかなとは思ったんです。でも親がちょうどその時にね、卵をまだ抱いてたんですよ。だからうちで育てた方が親の負担が軽くなるかななんて思いましてね。あちいち泣いてますね。まだ欲しいのかい？だいぶ入りましたね。ここに白いなんか色が見えますね。これ多分ね、卵のね、黄身がなんか、黄身かカルシウムみたいな固まったんだと思いますね。尻尾にもついてる、それは取れましたね。今日もう3日生きてくれましたからね。次の日見たら、あの巣箱の中でもう1羽帰ってましたよ。両方無事に育ってくれるといいんですけどね。見たところです、小さいけれども、爪もなんか生えかけてるし、足もあるし、ちゃんと自分で突っ張ってね、これこんな小さいのに歩く素振りみたいな、まあ転んでる方が多いですけどね。上から見るとこんな風です。まあ大体これはね、この時期あの巣箱を、私時々よくいろんな鳥のやつを、手乗りの場合ですよ、手乗りじゃないとなかなか覗いたりはそうは簡単にはできませんよ。これの2つ両親はね、手乗りなんです。どんどん私のところに飛んでくるんですね、たまにあの開けてやっても。手乗りの親が手乗りの場合はね、出しても1羽残してもね、それは平気なんですよ。ほとんど影響はありません。育てないとかそういうことはないです。育ててくれます。手乗りじゃないとやっぱちょっと厳しいとこありますよね。こんなね、ここいっぱいになるからこれで起き上がれないですね、多分。よく私は巣箱を覗くとこんな格好してます。1週間ぐらいまで目が開く頃になってくるとですね、これいつの間にか こうやって突っ張って立てるようになりますけどね。まあしばらくはこれは横になったり上向いたりですね。もうね、これはもうこれ以上は入らないんじゃないかと思います。もうまだ少しあったかいからね、もう少し食べるかね、うん、ほら
吸い込む力はあるんですよね、自分で小さいなりに。だから初日よりはやっぱりね、食べ方良くなりましたね。初日はもう舐めてるようなもんでしたけどね。トン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 ってこの辺をね、親はね挟むんですよ。トン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 って言って、そして口上げるんです。あとはね、これだけ小さいとね、やっぱり保温です。今いくら夏とか言ってもほかほかにあったかくしてないと、これ動き回ったらですね、保温が行き届いてないところに行く可能性もありますからね。もう夜中でも何回でも起きてきて見てます。これでね、這うようにしたりひっくり返って動いたり、結構動くんですね。糞もね、今までね、毎日ここで私見てるんですよ。初日はね、ここについてたやつをこう取ってあげましたけどね、ここら辺なんか指を置くだけでね、刺激になりますから、糞の出が良くなりますしね。スノーからもうちょっと経ったら胃に落ちますからね、ここが少しずつ減ってきます。まあ、餌を食べて順調ですよ。糞をしてるっていうことは、まだまだこれは生きられるというかね、順調に大きくなる可能性はありますね。私と巣箱のもう一番の日がね、多分一日違いだと思いますけどね、どちらが先大きくなるかね、楽しみですね。さあ、もう寝せます。